やはりこの人には自然と注目が集まります。どんなプレーを見せてくれるんでしょうか。 EATV が生中継でお送りします。今試合開始のホイッスルが吹かれました。ホームチームのラインナップです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。枠に弾かれたボールにも慌てずしっかりとゴールに沈めましたね。いい反応でした。対0と自分たちのペースで試合を進めていますね。このままハーフタイムを迎えられれば流れを通せたまま後半に持っていけるでしょう。どうやらまだ足の痛みが効いていないようですね。石川、今ならカウンターで数的優位を作れそうです。ボールを取られません。強いですね。前半終了を告げるホイッスルが鳴り響きます。後半戦キックオフです。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。ボールを受けました。力強いタックルです。ナイスタックル。ボールを取り返しました。ここからどう得点につなげるか。ボールは蹴った。相手に阻まれましたね。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。チャンスにはできません。素晴らしいスルーパス。これはポストの外か。強烈なシュートでした。ボールポゼッションは相手に渡ります。この時ホームサポーターからの応援がすごいことになってきましたね。あとは残り時間に2分だけといった状況ですが、その声援があれば追加点も期待できるかもしれませんよ。キングサードへ持ってきました。試合を止めていた分、アディショナルタイムが2分追加されます。チームがこのリーグ戦で勝利を収めました。なんとか1点リードを守り切りましたね。La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Abbiamo finito. Grazie del suo... 今 SNS などで話題になっている選手です。直近5試合での得点力には素晴らしいものがありましたからね。今はノリに乗っているので、このままのペースなら最多得点記録の更新も可能なんじゃないでしょうか。こちらがホームチームのラインナップです。アウェーチームの先発です。攻撃はここで止められます。ここで取り返す。シーズンはそろそろ中盤ですが、上位陣は接戦ですね。力の差があまりないようです。最後まで粘って面白い優勝争いを見せてくれるといいんですが、決めれば勝ち越し。ピンチをタックルで防ぎました。この位置で相手のマークに合っています。敵陣に攻め込んできました。ここからどう相手の守備を崩していくのか。クリアして危機を脱しました。試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。積極的な攻撃でしたね。ディフェンダーを処理し、冷静にゴールを決めました。鮮やかなシュートです。しました。上田綺世、石川、ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュート。しっかりと適応しているようですね。はい、今のところ全く問題なさそうです。数のポジションをこなせるユーティリティプレイヤーとして監督が重宝されているんでしょう。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。味方に出すでしょうか。チャンスにつながりそうでしたが、ディフェンスに阻まれました。攻撃は失敗です。相手ボールになりました。ボールを前に運んでいきます。ここからどう展開していくのか。絶好のチャンス。しっかりとブロック。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。コーナーからエリア内へボールをクリアしました。見事なブロックです。これはうまい。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。アディショナルタイムが表示されています。1分ですね。ここで前半終了です。センダーがボールをクリアしました。決まった。ここで追加点、リードを2点に広げます。ボールが弧を描いてゴールに吸い込まれていくようですね。あれはどんなキーパーでも取れないと思います。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。さあここからの展開に注目です。このクロスはブロック、相手の選手に当たったようですね。コーナーキックになります。選手がピッチに入ります。シュートコースを読んでいたんでしょうか。また決めたかと思いましたが、これは入りません。そうそう決められませんよ。ここで交代させるようですね。コーナーからエリア内へいい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。深くえぐってマイナスに出す。ナイスディフェンスです。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。この応援がそれを表していますよね。さあ後半戦も終盤を迎えました。試合をリードしているのはアウェーチームです。2対1ですから、このまま逃げ切りを考えているはずです。相手にボールを持たせても構いませんが、攻撃の起点になる。お、シュートチャンスですね。これはファインセーブ。選手を交代するようです。中に入れた。これは相手がクリアします。ボールを持って上がります。クロスのこれはナイスインターセプト。試合終了の笛が鳴り響きます。アウェーチームが勝利しました。結果的には1点差での新勝となりましたね。Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Lasciamo andare il mister che ringrazia.